フシェミスワフティトンは、ポーランドザモシチ出身のサッカー選手。FC シンシナティ所属。ポジションはゴールキーパー。初期グルニクエンチナでキャリアを開始すると、翌2006から07シーズンには、政治意見の座をつかむも、シーズン終了後に、チームが、八王朝に関与したことが発覚したことで3部への降格処罰が下された。そのため、ティトンは、 クラブとの契約を解除するために、ポーランドサッカー協会へ掛け合い、最終的に2007年8月6日に自由遺跡で、オランダ一部のローダ JC と5年契約を締結した。ローダでは、政治家、ブラム・カストロの存在から、出場機会が限られており、2008年3月29日の、 ヘラクレス・ワルメロ戦でようやく初出場を飾るも、翌2008から09シーズンの出場が訪れなかった。また、2010年1月頃からカストロから定位置を奪うことに成功し、リーグで最も優秀な GK の一人として見られる。ほどの活躍を見せて、しばらくの間ゴールを守っていたが、ポーランド代表に招集された際に合宿中に負傷してしまい、 2011年3月下旬に肩の手術を受けることとなった。PSV このように2010から11シーズンは負傷によりシーズン途中での離脱となったが、それまでの活躍から複数のクラブから興味を示され、特にベルギー一部の KRC 変化が獲得に近づいていると報じられており、最終的に2011年8月16日に買い取りオプション付きで、 同国一部の競合 PSV アイントホーフェンと一年の期限付き遺跡が決定。加入一期目の2011から12シーズン開幕戦からアンドレアス・イサクソンとの定位置争いに勝利して出場を重ねていったが2011年9月18日のアヤックス・アムステルダム戦でクロスを処理する際に同僚ティモシー・デ・ライクの膝が頭部に直撃し 前半44分に単価で救急車に乗せられてピッチを去った。精密検査の結果、脳震盪以上に深刻な障害は認められなかったため、翌日には退院を許可され UEFA ヨーロッパリーグ2011から12の FC ラピドブカレスト戦で復帰を果たした。負傷の影響からイサクションに一時的にポジションを 譲ることとなったものの、それまでの活躍が認められて遺跡金270万ユーロで、同クラブへ4年契約で完全遺跡を果たした。2012年3月に、フレットルッテン監督に代わって、フィリップ国監督が暫定的に就任すると、政治意見の座を取り戻すことに成功し、k n v b カップ準決勝の SC ヘイレンフェン、戦では、得点王、バスドスとの、 ペナルティーキックを防いで、決勝戦進出に貢献。それまで、幾度も、PK を止めていたことから、メディアやファンにペナルティーキラーと認識されるようになった。同大会決勝のヘラクレス・ワルメロ戦にも出場して、タイトルを獲得し、リーグ戦では、イサクションの画像を崩して12試合に出場した。2012から13シーズン前に、イサクションが退団したことで、 背番号1を渡され、政 GK としてシーズンを開始したが、リーグ戦5試合に出場後、ディック・アドフォカーと新監督は、GK の一番手に新加入のボイ・バーテルマンを選択したことで控えの日々が続くようになった。翌2013から14シーズンは、バーテルマンが退団し、自身が政 GK だった時の国空監督が新就任となったものの、今度は、 キベンツキ遺跡から復帰したイエルウン・ズートとの定位置争いに敗れて控えとなった。そのような状況下で2013年9月28日の AG アルクマール戦中にズートが股関節痛により途中出場し、以降は政治系を任されていたが、10月28日のフルス・ローダ戦で試合終了間際にフリーキックを防いだ際に、 ゴールポストに頭部を直撃し、意識はあったものの軽度の脳震盪により起き上がることができず、担架で救急車に乗せられてピッチを去った。エルチェ2014年7月4日、エルチェ CF に買取オプション付きでの1年間のレンタル遺跡が決定した。シュトゥットガルト2015年6月24日、VFB シュトゥットガルトへ2017年6月までの2年契約で、 完全移籍した。2010年5月29日のフィンランド戦で、ポーランド代表初出場を飾り、その後、UEFA ユーロ2 0 1 2では、当初3番手として見られていたが、ウカシュ・ファビアンスキが肩の負傷で辞退したためボイチェフ、シュチェスニーに次ぐ2番手として参加した。ギリシャとの開幕戦で68分に、シュチェスニーが、ティミトリオス・サルピン・ギリスを倒して、 ペナルティーキックを献上し、さらに、レッドカードにより一発退場したことで途中、出場すると、ギオルゴス・カラグーニスの PK を見事に止め、その後も無失点に抑える活躍を見せたティトンのように、PK を止めるために途中出場して成功したのは、UEFA 欧州選手権史上初のことであり、試合後に、ティトンは、PK の場面を振り返って、夢のようだった。神様に、 感謝しなければいけないねと語った。次のロシア戦も政治家を務め、グループリーグ最後のチェコ戦には、シュチェスニーが出場停止から復帰したが、定位置を譲ることなく、大会を後にした。PSV アイントホーフェ編、ありがとうございます。